はい、今日はマサド舗装というのをお見せしようと思います。こちら側はずっと前にマサドで舗装したところなんですけどね。ここまでマサドを打ったんですが、こんな感じでね。まあ、こっちがまた草が生えてしょうがないので、今回ちょっとマサドで暴走しようかと思ってます。ですからマサドがだいたい3センチから4センチ打ちますんで、まあ人も歩かないとこなんでね、ここは。まあ3センチぐらい。このぐらい。それで、まあ3センチぐらいですよね。このぐらいな感じに透き取ればいいかと思います。で、肝心なのはですね、こういう端っこに出てきてるこういう、これはね、ドクダミの根っこですけどね、これ。これやっぱきちっとっていうかですね、まあ取ってもドクダミですからね、残っちゃうんですけど、こういう際ですね。こういう際のやつは、こうマサド打ってもこのマサドとコンクリートの間からね、出てきちゃうんですよね。だからこういうのは、端っこは特に潰しとくといいですね。この辺ですよね。ここから3センチぐらいの仕上がりになるということで、このぐらいの感じのすき取りでいきます。でね、大事なことは仕上がりここなんですけど、こうマサドを打つときにこういうこうちょっぽり出っ張ってるものがあるとね、非常にそのマサドの上にこう飛び出てきてやりにくいんですよ。だからこうピンピン出てるやつね、こういうのはね取っといた方が仕上げしやすいんです。まあちょっと面倒ですけど、ちょっと手間をかけて、まあハサミで切ってもいいですけどね、まあ、このように飛び出てるものがないようにするというのがコツですね。まずこれが仕上がりですからね、この辺の地盤にしなきゃいけないので、この辺ですね、こんな感じの下地にしますので、ちょっと土出ますね。出しますか。感じでね、これだいたい水平ですよね。これがだいたい3センチになるようにすればいいので、ね、ギリギリ3センチありますけどね、こっち4センチぐらいありますね。まあ人が乗るとこだと4センチぐらい打った方がいいですね。はい、これ短波って言うんですけど、短波で叩きます。います。
じで、まあ、ここにマサドを打つわけですけれども、大体面積がどのぐらいあるのかですよね。どう出しましょうか。500。こっちが、まあ、平行に行くと900ぐらいありますね。1.4 あるってことですね。足して。上底足す過程かける高さ 1.7 1.4 かける 1.7 約 2.4 の割る2ですから 1.2 だいたい 1.2 平米あるってことですね。それを目安に材料を用意します。だいたい 3-4cm の厚みですと、マサの 25kg 袋が 2.5 体ぐらいの計算ですね。ですから 1.2 平米ですと 2.5、3体くらいですね。これが私がよく使っている、マサド舗装材、ウィーガードってやつね、25キロ入りです。これを1平米あたり4センチの厚さだと 2.5 体ぐらい使います。今回 1.2 平米ありますから、まあ 2.5 プラスちょっとですからね、3体あれば間に合うと思います。で、周りもね、きれいにしております。っていうのはね、後で水かけるでしょ。水かけた時に、こういうところにも水がかかってですね。こういうとこね。その泥水がね、仕上げの上に流れちゃうんでね。そういうことがあるので、周りは掃除しておきます。袋を切るんですけども、全部切んなくてもね、端っこちょっとハサミ入れて、あとは引っ張り上げるですね。ちょっと風があるのでね、ホコリが出ますけど、ホコリを立てないで袋を開けるコツはですね、ガバッてやって、まあ多少は出ますよ。だけど。袋をバーッと開けちゃわないで、袋の中でこもらせるんですね。袋の中でこもらせて、で、そっと抜くと。それでもほこり立ちますけどね。こ手で鳴らしますけど、こういうプラスチック製のコテを使います。プラゴテと言います。こちらもそうですね。まあ木ゴテでもいいんですけど、プラゴテの方が使いやすいですね。あとはあの細かいところはね、プラゴテの小さいのがないので、こういう金ゴテのちょっと小さめのやつとか、よっぽど狭いところはこういう目地ゴテを使ってねやりますね。まあ、ここだったらこのぐらいですかね。はい。それで、まあ、押し広げていくんですけど、さっき言ったように、こういうふうにね、こういうふうにピンって出てくると困るんですよね、こういうのが。ね。まあ、仕上げの高さまでなってれば大丈夫ですけど、今回はこの RC の天板までという仕上がりになってますので、ここまでにします。それで平均的に圧力をかけていきます。まあ、思いっきりじゃなくてもいいんでね、平均的に、要するに圧力のムラがないようにね、端の方もギュッと
でございます。あんまりふわふわにしないかといって転圧するほど締めちゃうとですね、排水性能が悪くなるんですよね。あまり締めすぎるとね。ので、まあ、適度に水が抜けていくであろうぐらいの強さで、まあ、肝心なのも平均的な圧の感じ方ですね。ちょっと前すぎですか、ここはね。こんな感じでね。で、広い面積の時はこういう大きめのねプラゴテの方が楽ですよ、仕事はね。で、こういうふうにちょっとガサガサっとしてるところはコテが当たってないんですね。そういうとこはこういうところから持ってってペッとかけて、こういう感じでね、こういう感じに仕上げていきます。コテの後はですね、あまり気にしなくていいです。水かけるとね、多少のコテ跡は消えちゃいますんでね。それで、まあ、心配だったら、まあ、まっすぐな棒でもいいですし、水平器でもいいですけど、まあ、こういうふうに仕上げたいんだっていうことですから、こういう時もね、自分の癖っていうかですね、私、こう真ん中がちょっと高くなっちゃうんだって言いましたけど、ね、こういうふうにやった時に、まあ、高いからこういうふうに跡がつくんですよね。こうやって当てて、高いでしょ？真ん中が。こんなに高いですよね。こうですよね。こういう自分の癖を把握して、そうならないようにね。ね、だからここ真ん中が高くて、まあこっちは、まあ基準があるからね、当然まっすぐできるんですけど、私の場合はもうだんだんこっち来ると高くなっちゃうのでね、そういうふうにならないようにするのと、まあいくらかやったら、こういう棒を使って、こういうふうにですね、こういう場合もこっちが高いんだと思うんですけど、平らにしたい場合はね、こういうふうに削いでくるんですね、こういうふうに。もう確認しながらね、あんまり広げちゃってからね、直すの大変ですから、まあ、ほどよいところで、まあ自分の腕が届く範囲というかですね、このぐらい、例えばこのぐらいでしたら、あとはまあ難しいんですけど、こう、自分の手に伝わる感触でこう振りくっていうのはね、感じるんですね。で、確認してね、置くと、まあ、ね、大体こういう感じでね、特にこっちが高いわけでもない、跡もつかないということは、まあ、平らにできてるってことですね。こんな感じで進めていきます。2体目ですね。こういうのね、こういうの後で困るんですね。これはまああんまり硬くないからいいですけど、仕上げるときに邪魔になるのでね、気がついたら取った方がいいですね。
こういう製品はですね、このロットによって、ロットっていうのは要するに製造した日ですよね。これ古くて残ってたやつですんで、21年の5月の7日になってますよね。こっちと10月ですからロットが違うんですよね。こういう場合はこっちとこっち色ムラが出るんですよね。こっちの色とこっちの色が違っちゃうんですよね。だからまあこういう場合はこっちの方が少ないですからね、下の方に使って、で今回の新しい方をこの上に乗っけるとかですね、あるいはこれとこうなじませて色ムラができないように平均的に使うとかですね、工夫してください。こういう細かいところはね、小さいコテを使ったりして入れてください。ここが低いんですよね。だけど真ん中が高くならないようにしたいんでね、難しいですね。どうかな。まあ大体いいですね。当てにくいね。そうですよね、ちょっと低いね、ここはね。3体目ですけど、多分3体目は少し残ると思いますね。こういう角はね、コテのお尻を使って直角出すんですよ。こうやってこうやってね、大体いいですね。あんまり跡つかないですよね、ほら。こういうふうに確認して、大体いいですね。はい、こんな感じで。あとは水やれば終わりですね。はい、それで水をやるんですが、1回目の水はとっても重要で難しいので、
ここはきちんとやってください。ジョールは必ずハス口の、できればキメの細かいのを使ってください。あるいは噴霧器でも構いません。で、コツは、1杯目の水はこう傾けた時にここからダダッとこう出てビチャビチャッといっちゃうと非常に困るので、あんまりたくさん入れない方がいいですね。1回目はね、とにかく神経使って慎重にやってください。それでただやればいいっていうのじゃなくて、均一に最小限の水でとどめます。それで開け始めもいきなりここでガッと開けると最初こうボタボタってこう出ますよね。これでほじくれちゃうんですよ。だから外で出してさーっと持っていく、このぐらい。これでだいたい一か水がかかった状態ですよね。こういうかけ方ですね。必ず外で出して一ところにとどまらないで、ここは風が、こういうふうにね、はい、これでいいんです。1回目はこれぐらいでいいんです。これ以上やるとブクブクって泡が出てきてね、表面が荒れたりしますのでね、1回目はこのぐらいにして、10分20分経ってから2回目の水をかけます。しばらくお休みですね。その間に片付けちゃいましょうかね。はい、それでは2回目の水やりをしましょう。2回目もね、やっぱりこう最初のボタボタが垂れないようにやるんですけどもね。均等にかかるようにしてください。表面に水が浮いてきたらやめてください。こんなもんでね、2回目は OK です。で、もう1回3回目を巻きますけども、これはもう20分でも1時間でも1時間ぐらい経ってもいいですかね。少し乾いてきたりしますから、そしたら今度はもうたっぷりやってください。もう表面荒れることはないので、たっぷり水をやってください。もう3回目の水やりはもう誰がやっても同じです。ただ巻くだけですね。